よしまほ。きらひよ園にようこそ。前編。こらこら、はしゃがないの。そんなにプリスクールに入るのが嬉しいのかしら。プリフェス、それはよしよし魔法を使える保育士たちが一斉に集い、自らのプリスクールへの入園を促す場。保育こそが至上と言われているこの世界、チャイルドチューンでは、重要かつ園児が最も盛り上がる行事と言われているんだけど。きらめきひよこっこ園です。よろしくお願いします。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 で、サナさん、もっと真剣に配ってくださいよ。真剣に配ったら受け取ってくれると思ってんの？真剣すぎると逆に重たいって。そんなことないですよ。誠意はきっと伝わるはずで。あ、お願いします。お願い。ほら、見たことか。誠意なんかで変わったりしないって。みんな大手のプリスクールが目当てだから、うちみたいな弱小は。弱小かどうかなんて子供には関係ないじゃないですか。子供がうちに入りたいと思ってくれるかどうかです。子供も入りたいと思わないんじゃない？遊具は古いし、施設も特別綺麗ってわけじゃない。それに純みたいに星ゼロ個の保育士がいるんだからな。それはま、いいけどね。人気がなくて園児も少ない方が楽できるし。あれ、人だかりができてますね。隆々真空園がよしよし魔法を使ってるみたいだな。体育系に力を入れているだけあって、派手なパフォーマンスだ。さすがプリフォーの一角。今年も入園希望者が多そうだな。うちだってプリフォーの一角じゃないですか。その前に落ちぶれたって言葉がつくけどな。もうこっちも負けてられません。やりましょう。きらめきひよこっこ園です。みんな集まれ。よしよし。バカ、象なんか出してどうすんだ。え、だって子供は動物が好きかなって。檻もなしで象が野放しに。誰か誰か。うわ、もっと小さい犬猫でよかっただろう。危ないから早く消せ。ごめんなさい。それで子供たち怯えさせちゃったんだ。純くんは同時だね。一慶さんも B さんもひどいです。でも困ったね。プリフェスは入園希望者を募る大事なイベントだって前もって説明しただろ。結局入園希望の問い合わせはたった5件か。ごめんなさい。去年よりまた減っちゃったね。いいんじゃない、去年よりサボれそうだし。もうサナさんがそんな調子だから、協力してくれればもっと入園希望者が増えたかもしれないのに。一番の問題はお前がよしよし魔法で失敗したからだろう。子供を怯えさせる保育士なんて、さすが星ゼロ子保育士。人が気にしてることを何度も言わないでくださいよ。今年も人気1位はジュニアスキングダム園だったらしいよ。なんと入園希望者3万人。3万、桁が違いますね。寄付金も多いから設備も整ってるしね。最新の遊具に徹底的に無駄を省いた授業。子供じゃなくて保育士としても一度は働いてみたいプリスクールだよね。そんなもんか。え、
確かに遊具は綺麗だし、おもちゃも最新のものが揃ってたけど、100人を超える保育士の中で歯車みたいに働かされるぞ。やけに詳しいっすね。それはそうだよ。だってサナは元ジュニアスキングダムだからね。え？なんだ、みんな知らなかったのか。初耳。隠してるなんてひどいな、サナ君は。別に隠してね、言うタイミングがなかっただけだ。エリート？別にエリートでもねえよ。ま、星ゼロ個の保育士に比べればエリートかもだけどな。また茶化して。ちなみにサナさんは星いくつなんですか？星3つ。僕の倍以上。ゼロは何倍しても3にならねえよ。ねえねえ、ジュニアスキングダムの話聞きたいな。やっぱり優秀な保育士多かった？お金持ちの子供が多いの？ねえねえ。また今度飲んでる時でも話してやるよ。なんで今聞いてるのに。うっせえな、話は終わりだ。あんまりうるせえと。殴る？殴るの？喧嘩はやめて。どうしてもって言うなら僕を殴って。殴られるのは嫌いじゃないし、むしろ好きだから。誰も殴るとまでは言っていなかったと思う。一慶さんは相変わらず場をしらけさせるよな。それよりも入園者の数をどうにかしないとね。このままじゃ閉園の可能性もあるよ。閉園？そんな、どうしよう。そうだね、次はどの園にするか考えないと。 B さん、何を諦める方向で動いてるんですか。閉園なんて嫌ですよ。俺、せっかく保育士になれたのに。自分のことより子供のことが。閉園になったら今ここにいる子供が悲しむ。だよね。僕もみんなもこのプリスクールが大好きだから。けど好きだけじゃどうしようもないだろう。どうにかして入園者を増やさないとな。その入園者を増やす場でサボってたのはサナさんでしょ。そうだったか。はあ、困ったね。何ジメジメした顔してんだ。あれ、ひなとくんじゃ。おはよう。早いね。お母さんから聞いたぞ、ジュン。プリフェスでゾウさん出して怒られたんだってな。こんな保育士に面倒見てもらうなんて不安しかないよ。家が近いからって入園したの間違いだったかも。そんなことないよ。きらめきひよこっこはこの世界で最も古い名門のプリスクールなんだから。名門ってすごい昔の話だろ。この子生意気だな。まあまあ。それでひなとくん、今日はどの教室で過ごすんだい？そうだな、今日はキツネ組で。え、今日も？だったらウサギ組で。最近ずっとキツネ組かウサギ組じゃない。たまには子グマ組で遊ぼうよね。だって子グマ組はな。ね、お願い、すごく楽しいと思うから。仕方ないな、子グマ組にするよ。ありがとう。今日はたくさん遊んであげるからね。遊んであげる？違うだろ。今日は仕方なく俺がお前で遊んでやるんだからな。ひどい。ジュン、仲がいいのは素敵なことだけど、あまり舐められすぎないようにね。他の園にはないきらめきひよこっこ園最大の特徴、それは子どもの自主性を尊重し、子どもがどのクラスで過ごすか選べる制度にある。絵や音楽など芸術系に特化したキツネ組は、担任をベテランのローさん、副担任を一慶さんが担当しています。キツネ組のみんな集まって。天気もいいし、今日はお外でお絵かきをしようか。クレヨンは持ったかい？それじゃあみんなお外に出発。こらこら、あんまり急ぐところ。
ああ、行ったそばから。大丈夫かい？赤くなって気持ちよさそう。いっけ？あ、ごめんごめん。痛そうだよね。あ、泣かないで。その痛み、僕が引き取ってあげる。よしよし。あっという間に晴れが引いて、一系のよしよし魔法は相変わらずすごいね。でも、いい痛みだ。自分に痛みを移さず普通に治すことはできないのかい？そんなもったいないことできないよ。気持ちいい。もっと痛みが欲しいな。うさぎ組のみんな、あっちは見ちゃダメだよ。変態が映るから。ダンスや運動など体育系に特化したうさぎ組は、担任を B さん、副担任を甲斐さんが担当しています。みんな落ち着いてこっちを見て。ほーら、僕の可愛い顔を見たら落ち着くでしょ。すごい自信。事実だから仕方ないよね。だって僕世界で一番可愛いから。甲斐くんもそう思うよね。いや、自分は思うよね。ね、思います。すみません。はい、正直でよろしい。正直な甲斐くんにはご褒美としてうちにある熊のぬいぐるみをあげるよ。あ、本当っすか？うん、確か欲しがってたよね。 B さんの可愛さは宇宙一。嘘じゃないっす。当然。それじゃ僕の可愛さが証明されたところで、うさぎ組のみんな、今日はステージでダンスするよ。なーにその顔。もしかしてダンスが嫌なの？それじゃあ外でサッカーに。ダメダメ、甘やかしたらろくな大人になれないんだから。だったらどうするんですか？こうするの。可愛い僕だけに許された。よしよし、ダンスしてくれないと僕悲しいな。可愛い僕を悲しませることはダメだよね。だったらみんなどうするの？そう、元気にステージでダンスだよ。早く急いで急いで。猫をかぶってる。あ、何か言った？いえ、すみません。さあ音楽に合わせて踊ろう。そして最後、知育に特化した子グマ組は、担任をサナさん、副担任を僕が担当しています。キツネ組とウサギ組の授業は楽しそうだな。それに比べて子グマ組は。みんなパズルをやるよ。今日中に完成できるか。うわっ、たたたたたって、パズルが。佐野さんお願い、ピース集めてって。お昼寝したい子供はいる？俺と一緒にお昼寝しよっか。もうすぐサボろうとしないでください。ダメ保育士ばかりだ。先生に向かってそんな口聞いたらダメ。って、ああ、せっかく集めたのに。やっぱキツネ組にすればよかったな。今からでも混ぜてもらおっかな。あ、待って、これから楽しい授業が始まるから。ジュン、今までありがとな。楽しかったぜ。別れの挨拶みたいに言ってもダメだよ。今日は子グマ組で過ごしてもらうからね。ごちゃごちゃ言うくらいならいっそ全員でお昼寝にするか。よしよし。
あれなんか眠くなって。よし、全員寝たな。布団敷くぞ。パズルするつもりだったのに。サナさん、礼には及ばないぞ。そうじゃありません。サナさん、どうしていつもお昼寝ばっかりさせるんですか。寝てる方が静かでいいだろう。それに見ろ、子供たちの寝顔。よいしょ、よいしょ、俺が遊んでやるぞ。かわいいだろ。はあ、本当だ。って、そうじゃないです。かわいい子供だからこそ、いろいろ教えたいじゃないですか。ああ、ジュンみたいな大人になるなって教えるってこと？違う。と言い切れるほど立派な大人じゃないですけど、パズルとかクイズとか頭の体操になる授業をたくさん考えてたのに。そんなちゃんとしたことは大手がやればいい。うちは子供の自主性に任せた教育がモットーだろ。大手、そういえばジュニアスキングダム園ではどんな授業をしてたんですか。は？いや、大手はどういうことをやってたのかなって純粋に気になったんですけど。あと、サナさんはジュニアスキングダム園でどんなことを。うっせえな。え？俺に二度とジュニアスキングダム園の話はするな。サナさん、この話は終わりだ。さ、このまま放置してたら子供たちが風邪ひくぞ。さっさと布団を敷いて寝かせないと。あ、はい。気をつけて帰ってね。はーい先生、さようなら。また明日もいっぱいいじめてね。はあ、なんか今日ずっと寝てた気がするな。寝すぎて体がだるいかも。なんだか休みの日の OL みたいな口ぶりだね。忘れ物はないか。ひなとも気をつけて帰る。はーい、また明日ね。バイバイ。サナさん。なんだ。昼間の件なんですが、すみませんでした。うん？ジュニアスキングダムの話あんまりしたくないみたいだったのに、いろいろ聞いてしまって。ああ、もう気にしてねえよ。でもやっぱり子供をよしよし魔法で無理やり眠らせること、俺は反対です。ひなとくん、夜に眠れなくなるかもしれないし。子供は何時間でも寝れるだろう。寝る子は育つって言うし。人によりますよ。もっと子供一人一人に愛情を持って接するべきです。楽だからって全員まとめて眠らせるなんて。ジュニアスキングダムの話聞きたがってたな。教えてやるよ。子供一人一人に愛情を持たない方がいいぞ。え？より効率的に、より多くの園児を見るべき。それが大手のやり方だ。そんなんじゃ子供のためによくありません。でもそうじゃなきゃ面倒を見切れないだろう。今の時代、子供の数が多すぎるんだって。理想を語るのはいいけど、もっと現実を見ろ。でもやっぱり俺は